皆さんこんにちは、法徳学院学習部の村俊です。この動画は理科の観察や実験でテストに出やすい問題を予想し、その答え方を説明する動画です。今回は中学2年生の理科、天気図と前線についてお話しします。図はある日の天気図で、グラフはこの日の気温と風を表していると、こうなっています。これ天気図ですね。ここに、まあ大まかですけど日本が書いてあって、そこに線がこう引いてありますね。こういう線ですね、この線。そしてここに前線が2本書いてあります。これ X の前線がこちらです。 Y の前線がこちら。そして場所として A 地点がここ、 B 地点がここというふうに印をつけてあります。グラフはこちらですけれど、これ縦方向は気温です。20度 C、22度 C、24度 C、26度 C となっています。こちら横方向は時刻で8時、9時、10時、11時、12時、13時となっていて、その時刻の下に風の様子、天気の様子が書いてあります。では問題に移ります。1、気圧が等しいところを結んだ滑らかな曲線を何というか。この線ですね、こういう線ね、ここ、こういう線ですね。この線のことは何というか。これは等圧線と言います。等圧線、字はこんな字を書きます。字はこういう字です。これ等圧線、覚えてください。2番です。 A 地点と B 地点ではどちらの方が風が強いか、理由も言えと、こうなっています。 A 地点ここで、 B 地点ここです。風が強いのは A 地点です。なぜかというと、この等圧線の間隔が狭いんですね。 B 地点と比べると A、 こちらが等圧線の間隔が狭い。等圧線が狭ければ、間隔狭ければ、これ風が強いということをここで覚えておきましょう。3番です。前線とは何か簡単に説明せよと。前線というのは暖かい空気と冷たい空気がぶつかった、その面を前線面といって、この前線面が地上に接している部分、これが前線です。暖かい空気と冷たい空気、これがぶつかったところ、これを前線面といって、前線面が地上に接している部分、これが前線です。よろしいでしょうか。ではこの天気図で言ったら、この線というのは実は暖かい空気と冷たい空気がぶつかっているんだよというのを表しているんですね。日本だと北の方が寒いので、この前線より上は冷たい空気、この前線より下は暖かい空気があるということもわかります。では次に行きます。4、X と Y の前線の名前を言え。 X の方、この尖ったような旗のマークがあるところですけれど、これは寒冷前線、寒冷前線と言います。 Y、 こちらですね、この丸いような印がついている部分ですね。 Y の方、こちら温暖前線と言います。 Y は温暖前線、字はこんな方に書きます。 X が寒冷前線、 Y が温暖前線、X が寒冷前線、 Y が温暖前線、字も覚えちゃってくださいね。5番です。気温が大きく変化しているのは何時から何時の間かと。じゃあグラフの方を見ましょう。8時の時にはこの24度よりちょっと高いところ、9時に少し上がって、10時にも少し上がって、11時も少し上がって、12時になると急激に温度が下がっていますよね。でそこから先はあまり変化がないというふうになっています。ですから気温が大きく変化しているのは11時から12時の間、11時から12時の間ということです。6番、この時通過したのは XY どちらの前線か、理由も説明せよと、こうなっています。これ今気温が大きく変化しているんですけれど、気温が
急激に下がっているというところに注目してください。通過するとき気温が急激に下がるのは寒冷前線です。ですから寒冷前線は X ですから、これは X の前線、寒冷前線ということです。まず理由もう言っちゃいましたけれど、気温が急激に下がっている。もう一つはこの風向きを見てください。風向き、それまで8時9時10時というのは南寄りだったものが11時12時、ね、これを過ぎると北向きになっていますよね。北寄りの風、ね、つまり風が北寄りに変わっているというのも理由の一つです。さらに付け加えるとしたら、ここで雨が降っている、これを付け加えてもいいですね。寒冷前線が通過するときには気温が急激に下がり、ね、激しい雨が短い時間を降って風が北寄りになると、こう覚えておいてください、ね、寒冷前線が通過するとき気温が急激に下がり、激しい雨が短時間を降って風が北寄りになる、こういうことです。今回は天気図と前線についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。